な僕でもね、はい、この世界入るときね、18歳、高校3年生の夏休み決めても、はい、吉本入るって決めた、はい。その時にね、ほんまにね、忘れません、ローソン行ってね、はい、テレビジョンにね、はい、松本さんとか、浜田さん、ダウンタウンファミリーさんと、もちろん今田さんとか、はい、あの、レモン持ってテレビジョンで、はい、僕は大好きやったから、はい、ファミリーの人、はい、大好きやったから、ファンやのに、はい、今からこの人らと戦うんかという戦闘モード入ったから、なるほど、業界に入ればもう、ね、業界に入ったらもうそっからもうライバルや、今まで大好きでビデオも全部録画してダビングして、はい、いや今からは戦うんやと高校3です18歳の時に決めて、はい、僕はね早かったと思う、3日で気づいたで、はい、違うとこれは戦うんじゃないという、はい、俺はね早かったと思うわ、これ救われてんのがね、はい、NGK のね、進行係さんって昔、はい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 、今もあるけど、はい、昔はね、芸人さんを志望する方がやってて、はい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 、で、そこにはね、弟子っ子がいっぱいおって、なるほど、うん、師匠、師匠の身の回りをする、はい、僕らはそこやから、出身が弟子やから、はいはい、そうですね、ほんならね、ダウンタウンさんと戦おうと思って入ったはずやのに、はい、名前も聞いたことない、はい、20歳そこそこの先輩方、はいはい、おもろいね、みんな。やっぱりここおるし、なるほど。で、俺らも高校出たての子供からしたら、みんなおもろいね、うん。で、それだとたもうご飯連れてもらったら遊びたりするやん。はい、おもろいね、みんな。ほんならこんなおもろい人がおって、この人らは名もなき戦士たちや。袖の進行さんなわけだ。進行さん。本当だったら、今のお二人よりももっとはるかに下の人たちが入った時の自分より全員おもろいね。でももう立ち打ちどころの騒ぎじゃない。ほんなら俺は自分の中で、あ、18歳の時に設定した、20歳で、いいとも出て、はい、21でドラマ出て、そうわけでわからん。目的。はい、一回全て俺はなってしまった。さらちにして。さらちにしてから。早いっすね。しかし、ね、その師匠の言うたら息子っていうのも、はい、プライドを捨ててやってるからね。そうですよね。そこはすごいよ。言ったらすごい期待で入ってきてるわけですもんね、絶対。お笑いってほんまに息子って体制しにくいからね。まず、ハードルがもうありますからね、うん、最初から。ハードルというよりね、これはね、あの、本当にありがたい話だよね、はい。師匠が偉大であればあるだけね、周りが気遣いはんねん。あ、まあそうですね、だから、特別扱いなのよ。八方師匠の息子だということで、うん。特別扱いになると、見ておられる方々も、特別扱い枠で見るからっていうのがあんのよ。なるほど。で、何にもできへんのに、はいはい、祭りのね、はい、もう櫓の上にねで、みんなに待ってましたって言われるのよ、はいはい、何にもできへん状態でで、そこの実力が全てなのよ、もうそこで出せるものがそれが全て、ほんで見た人が何やこれ、で、終わりで、一回見たら。はい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 。ずっとその感覚や。で、やっぱ俺はその当時、初めて出た時に、もう俺は当時2丁目とかベースやんか。はい、だからやっぱり、同世代なわけやん、覚えたら。だからやっぱり同世、師匠の息子やろって言うと、で俺らもう、なんや、ゼロからっていう空気感があったもんね。はい、もう収まってるから。でも、なんかたまに営業で初めて作るんだよなって喋ってて、はい、まあでも、そういうふうに見る目も多かったけど、やっぱり、あのゴキブラとか、はい、あこぐらいから風向きこうなってきて、あれ、ハチミツくん、これ舐めとったらちょっと、やばいな、みたいな空気があった、なかった。30ぐらいやと思うよ、多分あの時。30ぐらいですね。ちょっと周りが舐めてたとこから、はい、俺らさ、なんかこう、一目動き出した時なかった。だから、ね、潮目が変わる時あったよね。一目は正直言われてわからないですけど、まあ、あの、初めなんかこう、担ぎ上げられていって、うん、やっぱり赤やないかいって言った、ここがあるから、うん、こうなった時にみんなが、いっぺんここ行ったんを、気づいてくれてるのがあると思う、周りの人が。ああ、なるほど。下積みをちょっとやったというか。もんないもんないって言われてこう来たから。はいはいはい、はい。だからちょっと楽になったかも。へぇ。ここの時凹まなかったんですか？確かに。やったよ。俺でも凹むことあったで。どうやってそこを乗り越えたんですか？それ凹むでどういう凹み方？いや、だってもう収録も行くの嫌でしたし。へぇ。正直な話ね。ぶっちゃけ、もう、あ、ない番組やったらどういう番組？あ、ゴキブラなんかそうですよ。あ、厳しかった。ゴキブラなんかもやっぱり行くの嫌でした、最初。それ行くっていうのは、トーク入っていかれへんっていうやさ、難しさ、どういう難しさ？ね、まず、なんかピリピリしてたのもありますし、みんな若かったから。怖かったのもありますし、メッセさんとかやっぱ怖かったですし、で、行ったら、なんか、言葉発しようとしたら、はい、おもろないというのやねん、いじりが。なるほど。でも、例えば普通のこと言うたら、
普通のこと大きい声で言いやがってとか。もうその笑いで落とされる。そこもう別に取り立てんでええやん、そこは。普通のこと言うこともあるやん。はい、けど、言葉発するごとに、おもろないこと言いやがってになるから、もう、だんだんこう、やっぱ喋られようになってくるし、ね、自分が喋った時分かるんですよ。はい、収録中に、パッと喋り出したら、あれ空気変わったって分かんない。みんなが、こうなんだよ。うわぁ、めっちゃ嫌ですね。多分、絡んでもまあ、得することないからやと思う。っていう空気感を感じてた。だから、あの時なんかもう収録ほんまに、もう嫌でしたね、行くの。あの当時は。でもそれで徐々にやっぱりこう、潮目変わっていって。変わって、そうですね。どうひっくり返したんですか、確かにその空気を。これね、僕はもう今でも覚えてんねん。その空気変わった時ね。これで僕もテレビで見たことあるんですけど、あの、マラソンを毎月ね、やる、あの、企画で。やってました、ね。フルマラソン。やってる時に、一発目に、長崎県のね、夕日なんとかマラソンやったらハーフマラソンやったら、長崎県五島列島で、はい、その時行った時にね、あの三郎師匠が、はい、あのどうやったみたいな、はい、連絡で、三郎師匠はもう、ま、真面目の、はいはい、あれやし、もうマラソンにかけたとか、はいはいはい、で三郎師匠と練習してたりしてたから、で俺はねメールやったから、その当時ね、はい、メールで、あの師匠出だし総兄弟のようなスタートを切り、はい、そこから豪快にどこそこを駆け抜け、なったらかんたらかんたらでっていう、こうちょっとまあこのなんていうの、はい、まあちょっと こっちはご機嫌伺い、はい、で、はいはい、途中心臓破りの坂をどうのこうのみたいな、はい、うーってやって、結果、あの時に2時間40何分やったかな、ちょっとそこで細かく覚えてる。これおだいぶ遅いね、正直な話。それでもマラソンやってるから、そうか、マラソンやってる人からしたらね、はいはいはい、練習やっていて、しかもこれちょっとまあ一部た文章送って、はいはいはい、喜んでくれるかなと、ちょっとね、ご機嫌伺い、ほんでそれに対する返事がなかった、うん、で、あれ返事ないなと思って怖いですね、怖い、怖い、うん、ね、と思って、でももう俺は答え、返事出してるから向こうからないといかないですかね、はい、で、それの4日か5日後ぐらいに収録やったんですよ、うん、で、その時に ABC 入って、わーっと言ったら、はい、師匠いておられて、はい、で、プロデューサーと喋ってて、はい、わーっとなんか、あれちょっとなんか怒ってある感じあるなーと思って近づいていったら、はい、パッと目を追って、お前やる気あんのか、お前やる気ないんやったらもうやめろやって言われて、で、俺はすいませんでもそのメールの返事ない以来や、はい、ってなって、で、まあ、師匠は、もう今やったらわかんない、師匠は真面目にみんなスタッフも動いてくれてんのに、はい、お前ふざけてこのタイムでやる気あんのかってことやと思うんだよ、はいはいはい、で、そのちょっとふざけた、うん、そう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 、っていう、で、もうカチンとキャーったやと思う、俺ふざけてしまった、はいはいはい、遅いくせに、はい、っていうのがあって、すいませんって言って大部屋やってん、楽屋が、でももうやっぱ目も合わないですし、はい、で、収録1本目始まってやん、はい、ほんなら一切目合わず、はい、師匠がね、で、うわーっと思って、ほぼ喋れず、はい、終わって、うん、で、合間2本目、うん、2本目が僕のその VTR やったんですよ、うん、あで VTR でお客さんも入ってる状況ね、その時は、はい、で VTR も師匠もずーっとこうなんかこうまあやっぱ怒ってもらえないで、うわーと思いながら結果あかんからみんなが、はい、なんやねんみたいな、はい、もう遅いしなんやねんみたいな、はい、で三郎師匠が、まあ、お客さんもおるしオンエアでもうほんならもうやめようかみたいな、はい、この企画もうしんどいやったらやめや、うんうんって言われたのに対して俺はもうほんまにもう一か八かやってんけど、師匠よう言うてくれましたって言って俺、うん、で立ち上がって師匠の握手してみて、師匠よう言ってこれね、言ってくれなかったら僕ね怒ろう思ってたんですよって言ったら、うん、スタジオが受けてんすよ、お客さんおったから、散々わーって言われた後で俺がへこんでる流れやから、はい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 、でその時にマサさんとか赤井さんとかみんなも受けてん、それが。なるほど。ほんでやっぱりね、三郎師匠も、やっぱりテレビの人やから、はい、怒ってはったけど、これが、もう顔がちょっと変わって、うん、乗っかってくれて、それに。はいはいはい。で、笑顔になって、うん、そこから、なんか言うごとに、言い訳すんのが、また始まったこの言い訳がというのを、おもろい方に転がっていって、はい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 、それがハマったんですね、もうそのキャラが。そう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 。はいはいはい、でそこからマラソンで、途中リタイアとかでも、そ言い訳がハマって途中走ってて、はい、頭痛なっていたなとか言ってるやつが、でスタッフもそっち方面で、フックかかってるからね、はい、うん、なってきたらもうスタッフから、今日はどこいたいとか言われて、いや、
うん、その人に言うことはないんですよ、男やから言いたいとかでやめることはないですけど、まあ膝がちょっととかいうのはだんだんとハマり出してきてから、うん、あ、これ意外とそれ空気感がガーンと変わった、はいはいはい、だから俺僕もあれもうあの瞬間がターニングポイントだと思ってるぐらい、だから結局の話笑いが全てだよね、いやほんまそうです、ちょっとかっこよすぎますね、そこが笑いがあったから全てで、はい、あれ滑ってたら多分俺そう、ね、今おらんと思う、ここちょっとでもニュアンス履き違えてたら、うん、ちょっとサボイボでしたね、サボイボ一か八かいね、俺もうほんまにあの首のある覚悟もあったもん、あえて折れずに上からパンってかまして、だからサブの人の目線で考えたらそういうことがあって、確かに企画に対して頑張らなあかんやろっていう注意もあるけども、はい、現場受けたっていう笑いっていうのはやっぱり何よりも大切なもんだよね、やっぱ芸人みたいな、ここが1位なんよね、やっぱ芸人である以上、はい、プライベートもそうですよね、うん、おもろかったら何しても許されるのはこの世界だけやと思うわ、そんないろいろあっても最後笑い取ってたら勝ちって思うか、だって黒田さんなんてほんまやったらもう人としてはもうもう絶対的にもう終わってるし、人としてはそうっすね、けどやっぱりねもうおもろいね、やっぱり、なるほど、もうかなわんぐらいおもろいから結局許されてんねん、だからひょっとしたら芸人である以上もしかしたらもう命の月ぐらいに笑いが大事に、そうですよね、現金やったら上に行くかもしれないね、はい、下手したら、なるほどね、笑いっていうのがその重要なことでしょ、うん、もうあのおもろかったら許される、会社やったらミスは許されへんけど、はい、おもろいミスしたら、で遅刻しようが何しようがおもろい言い訳したら許されるし、はい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 、それがキャラになって笑いになればなったりもするし、どんなことしようがそれ口で言うてるのはよう聞きますけども、実際にそうやったと、そういうことが起こったんですもん、うん、はちみつさんでもそれがこの世界やと思う、まあもうなんか徳森義元で取り上げるようななんか人生のドラム見てるような、今の話ってほんまギューってなるんですよね、あれ自分やと思って、もう臨場感がすごい、いや俺もほんと怖すぎたもん、それは怖いわ、それ怖いわ、生のやつですよ、もうだからそれ知ってからもうちょっとあの経験があるから、はい、もう度胸ついたっていうか、腹座ったよね、腹座ったよね、どっかで、あとあればテレビ局とか出入りしてると、はい、例えば10人おったとして、はい、テレビ局員さんが、はい、9人がこいつあかんなって仮に言っても、はい、やっぱりね一人はねこれあかんなって言われてんのを彼で笑ってはる人おんねん、これは面白い面白いなって言ってくる人がテレビ局の人も変わってんねん、もう頭いかれてんねん、なるほどね、もうだからねこの世界はもう頭いかれてる人の、はい、数が多いから、はい、だから10人に嫌われることまずない。なるほど。どっかに度量があるか。どっかにあんねん。で、この9人とこの1人は合わんねんで、だから話が。はいはいはい、はい。この9人からこの人は煙たがられてるし、この、やっぱりね、こんな変な人はね、やり手やねん、なかなか。ああ。だから、ここが嫌がる人を使いたかったりもすんねん。ああ、そうね。ここも変わってんねん。なるほど。な人ね、多いですよね。特にテレビ局なんかは。そうなんですね、だからもう9人に嫌われようが1人に好かれてたら、はい、やっぱり仕事なんか来たりもするっていう、それこそね僕まあ高尻さんお亡くなりになってるからあれやけど、はい、うん、